岡本喜八は日本の映画監督。本名は岡本喜八郎。鳥取県米子市四日市町出身。米子小海湖学校卒業後上京。明治大学専門部署科卒業後、1943年に東方に入社し助監督となる。しかし、選挙区の悪化に伴い招集され、松戸の陸軍公平学校に入隊、愛知県と橋市にあった第一。 陸軍予備士官学校で終戦を迎えた。この豊橋大在時に空襲で多くの戦友たちの死を目の当たりにし、戦争や陸海軍部に対する大きな憤りを抱いた。復員後に東方へ復帰し、牧野正宏や谷口千吉、成瀬せみきを本大首脳らに支持して修行を積む。1957年に東方が映画の素人である石原慎太郎に、 自作、若い獣を監督させると発表したことに、助監督たちが反発。シナリオ選考で一人監督に昇進させることが決まり、岡本が独立グンタイアー爆弾のシナリオで認められて昇進した。1958年、結婚のすべてで初メガホンを取る。岡本のオリジナルシナリオによる、日中戦争最中の中国大陸に西部劇や、 推理劇の要素を取り入れた5作目、独立具連隊で一躍若手監督の有望格として注目を浴び、以降、独立具連隊しえ、エブリ・ミツル氏の優雅な生活、アー爆弾、侍、サムライ、日本の一番長い日、肉弾などの作品を監督。このうち、日本の一番長い日では、三船敏郎、黒沢敏夫らが公演、テレビで複数回放映された。 また、肉弾は、岡本と同年代の戦中派の心境をシニカルな視点で描いた作品として高い評価を得て、キネマ順法ベスト102となり、岡本自身も好きな作品として挙げている。東方大社後の1970年代後半には、姿三四郎では、時代との感覚のズレを感じさせたが、ダイナマイトドンドンは、人気作となった。 80年代以後は作品に恵まれなかったが、ジャズ大名などを監督。大友拐レインボーキッズは、持ち味の一つである娯楽色を、さらに前面に押し出した作品となり、日本アカデミー賞最優秀監督賞、最優秀脚本賞を受賞した。アニメ映画、ガッチャマンの葬式を担当しているが、実際は名前を貸しただけで、作業には一回も関わっていないと言われる。 これは監督だった鳥海久しが岡本のファンで会いたいがために話が進んだのではないかと鳥海の弟子だった押井守が語っている。1989年に四守法賞を受賞。1995年イーストミーツウェストで初の米国ロケ中に言語障害を起こし、酵膜下血腫と診断される。その後も軽い脳梗塞などを起こし、 言語が不明瞭であった。スケダチやスケロクでは主演のサナダ・ヒロユキが伝令など補佐役を務めたり、舞台挨拶などでもそばにつき、会場の反応などを伝えていた。ただし、インタビューや講演などではかなり古い作品についても答えており、制作意欲も依然旺盛であった。スケダチやスケロクの舞台挨拶では、張りのある用意、スタートの声を披露した。 2005年2月19日、食道癌のため、神奈川県川崎市多摩区の自宅で死去。去年81。墓所は、鳥取県米子市の再燃時、川崎市多摩区春秋園。時代劇、助田地ジアスが、最後の作品となった。亡くなる直前まで、最新作として、山田風太郎作の、元頭辻馬車の映画化を構想し、出演は、中台達也。 サナダ・ヒロユキ、小音楽は山下洋介と決まり、シナリオを練っていたが果たせなかった。技巧派とされ、クランクインの前に、すべてのカット割りをコンマ秒単位で決め、撮影に臨んでいたと言われる。その特徴は、殺人狂時代などのアクションコメディに最大限に発揮された。大作映画での緊迫感あふれる演出や、苦手とされた、 女性映画でもモダンなラブシーンの演出を見せている。また、戦争批判、明治維新批判をライフワークとして掲げ続けた。三船敏郎、鶴田浩二、中台達也、加山雄三らのスターの他に、小林慶樹、佐藤誠、中谷一郎、田中邦枝、伊藤雄之助、天本秀夫、岸田森、中丸忠夫、平田明彦、寺田み砂塚秀夫、草野大吾、 高橋悦氏、本田博太郎、神山茂る、今福正を、二平正や、岸部一徳らの性格俳優を再三起用し、九八一家と呼ばれることもあった。大ベテランの東野英二郎、小沢栄太郎らも含め、セリフを明快に発音できる技術を備えた、新劇出身の俳優を多く起用した点は、同世代の石井照夫とは、対照的で、宣伝と談理、ウェルメイドを史上とする。 職人監督であった。女優では、星ユリ子水野組、田村並ら東方専属勢の起用が多いが、岡本監督はテレアで、あまり死後などを交わしたことがないと、田村は後年回想している。千葉慎一は、東映にいた時から、欠かさず見ていたと公言しており、テレビの大抗期で、念願の岡本作品出演を果たし、本能寺で院内へ、単身踏み込み一騎打ちで、 織田信長を倒すワイルドな明智光秀を演じた。作家では、筒井康隆が青年時代からの熱心な気八ファンとして有名であり、初期長編、馬の首風雲録などでオマージュを捧げている。ジャズ大名で憧れの監督による自作の映画化という夢が叶った。安野秀明も岡本の大ファンとして知られ、アニメ、新世紀エヴァンゲリオンで、首都の 波長パターンとして表示される、ブラッドタイプ、ブルーが、ブルークリスマスのダイからの引用であることは、有名な話である。同じアンノの監督作、トップを狙え。では、セリフやテロップをオマージュとして模倣しており、激動の昭和史沖縄決戦が LD 化された際には、アンノが、ライナーノートを書いている。なお、船がマイナスのセリフは、トップを狙え。をして、名になり、 ナイト・ウィザード・ザ・アニメーションやゲーム、オタク・マッシグラなどでもパロディ化されている。シン・ゴジラには物語の鍵を握る所在不明の学者、マキ・ゴローとして岡本が顔写真で出演している。木八一家は助監督も固定されがちであったこともあり、文科生監督はそれぞれ十数本をサポートした竹林進、山本道夫の二人にほぼ絞られる。 山本は、師匠が無縁だった怪奇映画の分野で新境地を開いたが、1981年に監督した大誘拐 TV 映画版は、10年後に岡本が手掛けた劇場版と、くしくも指定協作の形となった。後期の文下生としては監督昇進後に、英霊たちの応援歌を応援監督した山下健章、19歳で、近頃なぜかチャールストンの、 共同脚本県主演県女監督を務めた、リ・重武プロデューサーでは、特艦で、主演県で初仕事を手掛けた、岡田祐介東映社長が挙げられる。特にあと2社は、木八プロの零載資本を持って、貴重なデビューの場を与えられた、愛弟子である。双葉十三郎、小野高生、石上光都小林信彦、森拓也といった、どちらかというとヨガへの言及が多い人々が、 古くから岡本喜八評価の文章を発表してきた。キネマ旬報ベスト10入選は6回と少ないが、11位から20位あたりで評価される移植作が多い。今では代表作と言われる独立具連隊やエブリ・ミツル氏の優雅な生活も当時はこのランクであった。公開当時26位と評価の低かったブルークリスマスの場合、当時絶賛したのは星新一。 続き道を田中小見まさらの作家たちであった。1970年代以降は作品を撮れない時期も長く不遇の監督という側面もあったが、同時期に東方が一挙に制作を縮小した際にも最後まで契約が続いた監督の一人でもあり、日本で最もギャラの高い監督と言われた時期もあった。映画賞などにもある程度恵まれ、マニアック。 カルト的な作品にも生前のうちに再評価が起き、晩年の新作に結びついた。いわゆるプログラムピクチャーと呼ばれるような商品でも、純粋に、娯楽作品として楽しめるのが大きな特徴である。ただ、作品がテレビで放映されることは少なかった。没後の2007年には、第58回ベルリン映画祭での特集上映が行われ、これまで知られていた米国に加え、 欧州の一部の国で一定の再評価も起きた。2008年には第32回サンパウロ国際映画祭でも解雇上映が行われた。ありがとうございます。